どうもこんにちは。最近動画の更新が滞っていましたが、その間ひたすら確定申告の作業をしていました。それがようやく終わり、e-tax で電子申告を済ませることができたので、こうして動画を撮っているという次第です。まあ、めんどくさかったですね。昨年の今頃に確定申告についての動画を投稿しましたが、あの後会計ソフトの弥生の青色申告オンラインを使って実際に仕分けしていました。最初は手探りで預金残高などが全然合わなくて少し笑いましたが、四苦八苦した挙句なんとか1円漏らさず合わせることができました。で、夏頃にもうわかった。マスターした。来年またやろう。ということでソフトを初期化して作業を中断しました。これがいけなかったですね。年が明けて2月にこの恒例の確定申告用紙が届いたところで再開しようとしましたが、ものの見事にやり方を全部忘れていましたね。で、一から調べ直して作業していたせいでこれだけ時間がかかったというわけです。以前の動画で自分の知能とやる気を考えると1年くらいの猶予がないと間に合わないと言いましたが、ある意味計画通りとなりました。そこでこれまでを振り返り、会計ソフトを導入して電子申告するまでの大まかな流れをお伝えしていこうと思います。ざっくりとではありますが、初めて確定申告で手順さえわからないという方のご参考になれば幸いです。e-tax で電子申告するにあたって、国税庁のサイトはわざとかと思うほどわかりにくいので、私は会計ソフトにて行いました。今回はパソコンを使った弥生の青色申告オンラインのケースでお伝えします。その他準備しておくものとしては、まずマイナンバーカードとマイナンバーカードの署名用パスワードです。署名用電子証明書暗証番号というやつでカードの取得の際に設定したものですね。それから e-tax の利用者識別番号と暗証番号です。これは e-tax にて取得する必要があります。あとはマイナンバーカードを読み取ることのできるスマホとマイナポータルアプリと弥生電子署名アプリです。この2つをあらかじめスマホにインストールしておきます。これらの使い方についてはまた別の解説動画にてお伝えする予定です。さらに電子申告の後の納税で振替納税やダイレクト納付を利用する場合も事前に届出をする必要があります。ダイレクト納付の届出についても別動画にて解説したいと思います。また今回は以下の立場を前提に話を進めていきます。まず青色申告65万円控除を目指す個人事業主の Uber Eats 配達員で、インボイス制度は無視の免税事業者、事業用とプライベート用の銀行口座は分けていないという体です。事業用の口座やカードをわざわざ用意するという堅実で計画的な人は Uber Eats の配達はやらないだろうという偏見です。まあそれは私のことですが、それはともかく、弥生の青色申告オンラインの申し込み手順については過去動画をご参照ください。今回はその後についてお伝えします。さらに駆け足で説明しますが、まず弥生マイポータルにログインします。そして弥生の青色申告オンラインを起動します。初めての場合は、はじめにの画面が表示されて簡単な質問が始まります。私は確定申告は初めて、事業用とプライベート用の現金は区別していないを選択しました。するとホーム画面が表示されます。日々の帳簿付けはここから行います。その前に初めてソフトを使う場合は設定を行う必要があります。まず消費税の設定です。ここで青色申告65万円控除を選択します。途中で訳がわからなくなった場合は初期化して最初からやり直したり10万円控除や白色申告に変更したりすることもできます。あとは免税事業者を選択します。次に口座カードの設定で預金口座やクレジットカード、電子マネーなどの種類を登録します。これらは事業用かプライベート用かによって仕分けの仕方が違ってくると思うので各自の判断で進めていくことになります。私はこれらは事業用として登録して、プライベートの取引は事業主貸しや事業主借りで処理するというやり方にしました。これだと全ての取引を仕分けして残高を合わせなければならないので面倒です。私はこの1年分の経費とプライベートのレシートを照らし合わせるのにめちゃくちゃ時間がかかりました。
週一や月一ごとの作業なら余裕ですが、年一はやめた方がいいですね。やはりプライベートの支出は無視して事業用のみ仕分けするというやり方の方が断然楽かと思います。で、次の固定資産の登録では配達員の場合、購入した自転車や原付などを登録します。私はそれらは焼却済みなのでここでは割愛しますが、原価焼却費は購入した金額や耐用年数を入力すれば自動で出てくるのでそれほど難しくはないかと思います。最後に残高の設定で現金や先ほど登録した口座の機種残高を入力します。現金なんですが、私はいくら持っていたかわからなかったのでとりあえず0円にして期末残高から逆算して後で入力しました。あとは必要に応じて取引先や科目の設定も行います。取引先だったら Uber Eats ですかね。正確には Uber Eats Japan 合同会社だと思いますが、この入力欄には全て入りきらないので、私はとりあえず Uber Eats としました。設定が終わったら、あとはひたすら日々の仕分けをしていきます。この金はどこから何の目的で使ったかとか、この売上はどの口座に振り込まれたかとかですね。簡単取引入力もしくは仕分けの入力を使って入力します。ですが全て手入力するのは面倒なので、私は銀行口座の取引データはスマート取引取り込みという機能を使って取り込みました。これは完璧ではありませんが、指定した銀行口座の取引を自動で簡単に仕分けしてくれるという優れものです。最初にこれを使った時はちょっと感動しましたね。Uber Eats の配達報酬だったら何月何日に売上としていくら振り込まれたかというのがちゃんと記載されています。あとはこれらのデータを登録して修正や処理をしていくという流れになります。売上だったら売掛金という科目を使って消し込みをしていくという感じですね。最初は難しいのですが、慣れればあとは流れ作業となります。私はこのレシートを照らし合わせて仕分けしている間は、もっぱら YouTube で岡田斗司夫さんの切り抜き動画を見ていたというか聞いていました。特に旦那がゲイに身売りしていましたという視聴者からの相談の回が面白かったですね。それはともかく Uber Eats の現金支払いなど現金の取引はまた別に入力していく必要もあるのでこれも面倒かと思います。ちなみに私の場合昨年の配達は一度も現金のやり取りをしなかったのでこの点は何もする必要はなく楽でしたね。現金でもらったチップ以外は全部この仕分けだけで済ませました。私が配達の現金支払いを受け付けていないのは、香ばしい注文者様を避けるのに加えて、仕分けの煩雑さを避けるためでもあります。その売掛金とか事業主貸しとかの仕分けの仕方については長くなるので、ちょっと割愛します。具体的なやり方についてはググれば大抵出てくると思うので、今回はここまでといたします。とにかくこれら1年分の取引の仕分けを弥生の青色申告オンラインに登録するということをですね。それさえできればあとは勝手にソフトが帳簿や決算書を作ってくれるという仕組みです。あとはそのデータをもとに弥生の青色申告オンラインから私の所得税はこれだけですよというのを e-tax で電子申告するという流れです。以上仕分けまでの大まかな流れはこんな感じとなります。需要があるか全くわかりませんが、次回は e-tax の準備の手順をお伝えしたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。